路線バスが廃止された地域の住民の交通手段となる乗り合いタクシーの運行が始まりました大月ふれあいセンターで行われた出発式には地元の関係者およそ30人が出席しました乗り合いタクシーの運行が始まったのは路線バスが廃止された朝霞、三保田、大瀬、菊田の4つの地区です 乗り合いタクシーは前日までに電話で予約し自宅から指定の目的地まで複数の人と乗り合わせて利用します乗車定員は2人までで車内には消毒液を置き走行中は窓を開けるなどの感染対策を取ります高齢者が 乗り合いタクシーは大人1人1回500円でで利用できます郡山市は来年4月に採用予定の職員の募集を行っています。募集するのは 一般行政や保健師など13の職種合わせて60人余りで23人程度は民間企業の採用試験で活用される SPI 試験を一次試験に導入します SPI による試験は今月14日から来月14日まで郡山市のほか東京仙台など全国で受験できます 市では、社会人経験者の受験者が増えていることや、幅広い人材の確保を目的に、SPI 試験を導入しました。市ではは法律や経済などのの従来型の試験も6月20日に実施しします詳しくは 郡山市のウェブサイトをご覧ください任期満了に伴う郡山市長選挙の期日前投票は明日から始まりますが会場では新型コロナの感染対策を徹底します。 投票場では、えー、記載台の定期的な消毒ですとか、飛沫防止のためにビニールシートを貼ったりですとか、とは、えー、投票入場券の受け渡し、投票用紙の受け渡しを専用トレイを介して行う予定になっております市長選挙の期日前投票は、あすから17日まで、市役所本庁舎や各行政センター、 市民サービスセンター、ショッピングモールフェスタでご覧の時間に行うことができます選挙管理委員会では、投票所での新型コロナ感染防止のため期日前投票の積極活用を呼びかけていますが期間中の密集を避けるため、曜日や時間の分散なども合わせて呼びかけています